はい、どうもこんにちは、つゆかです。おとちるです。私が楽しければ、あなたも楽しい。今日またレクル動画頑張っていきたいと思います。はい、続きまして、ヘラクレス会のところでもね、襲来声援が対応のパーティーでございますね。うん、こちらの、ロージャーで、行ってみたいと思います。はい、で、おでんについている顔松がね、必須となっております。はい、では行きましょう。はい、ターン稼ぎしていきます。1階から、3階はね、ターン稼ぎしていきたいと思います。はい、はい、ここですね、4階かな。ここで属性強化発動します。はい、君たち、はい、で緑のねスロット出してっていう感じですね。はい、はい、ボス戦でございます。で、ここで大きくですね、大きくを発動しまして、はい、もう一回かな。はい、で、ロジャーで大丈夫そうですね。君たち、はい、これでいきます。はい、うん、はい、ヘラクレスはこのような感じですね。さあ、襲来戦はいかがでしょうか。はい、襲来戦来ましたので、行ってみたいと思います。行きましょう。何年ぶりだろうな。はい、では行きたいと思います。まずは一旦の敵から、倒していきます。よし、はい、で、ここはまずは後ろのね、お姉さんから倒していきたいと思います。はい、で、おでんがねバリア貫通を持ってるので、それを利用して、突破していきます。うん、あ、普通にタップすればよかったか。はい、稼いでいきましょう。多分、あ、2回押しちゃった緊張しております。はい、3回は、通常攻撃で飛ばしていきます。はい、封じかな。うん、一応大丈夫かな。攻撃食らわない方が良かったかな。はい、4回。はい、で、まずはブルック打ちます。次、小紫。はい、あ、
キャベツですね。キャベツが今発動しました。サポートですね。あ、なるほど、それは効かぬと。小紫打ちます。で、うん、で属性超過、君たち、はい、でロジャーを発動します。はい、ロジャー最後でいいかな、それともブルックの方が、あ、ブルックの方が良さそうですね。はい、うん、なるほど、うん、はい、うん、さあ来ました、いけるかな、ドキドキ、はい、で、小紫打ちます。2回目ですね、うん、で、おキック、はい、おキック、おでん、なるほど、そっかそっか、川松がしびれを解除してくれましたね。すごい不安だ不安だったよ。ロジャー、はい、超過、順番はどのように、ロジャーかな、ロジャー最後で良さそうかな、いきます、あ、でも今ミスしたけど大丈夫でしたね。あー、よかった。これで今防御があるから、うん、やったーやりました。これどっちがいいですかね、このルフィのパターンとロジャーのパターン、こっちの方がなんか安心感があるかなどうですかねはい、クリアできてよかったと思います。はい、というわけで、ヘラクレスのところでね、白ひげ対応パーティーをね、ご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。はい、この他にもね、力属性のルフィのパーティーで行ってる、パーティーもありますので、よろしければね、その動画もご覧ください。はい、というわけでした。今日はこれで終わりにしたいと思います。チャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。